今回は三国志14パワーアップキット実況していきたいと思います。前回は関羽軍を滅ぼすべく洛陽を攻めたけど攻めきれなかったところまで。やれそうなんだけど地の利が敵側にありすぎてどうしようもない状況だよ。長領が出てきたら瞬殺レベルだからな。関羽でも徐行でも、曹操様でも変わらないんだけど。どうしようもない気もしてくるレベルでー。何か手がないかといろいろ考えてはいるんだけど。いい手は浮かばずー。そうじゃないんだけどね。何かいい案があるのか。応援以外の能力向上ができるのをすっかり忘れていてね。まさかあれか。けど、誰で組むの？それはね。この三人だよ。やばい。超異色。今戦える武将を集めたらこの三人になったからという簡単な理由なんだけど。なんとか戦えればいいけど。どんな結果になるかは戦ってみてのお楽しみだよ。ダメだったらいろいろ諦めないとな。取り返しがつかないからね。呂布が長兄なのか。後々有名になる三兄弟になるといいね。題名的に七肉輪の機会かな。間違いなく朝鮮と反し、呂礼記に怒られるだろうね。尻に敷かれてそうな三人組。この三人組プラス緊急でなんとかしたいと思っているよ。なんとかなればいいけどな。さあ、三兄弟の偉人と行こうか。父と出るか京と出るか。ダメな時は、ダメな時だよ。失敗した時のことは何も考えてないな。そういうのは考えてもしょうがないしね。洛陽に動きはないけど、五郎館から出陣する模様。曹操様の奉仕。まともに迎撃したらかなりの大損害を受けるけど。いい感じに連携を決めた。よし、最小限の損害で曹操様を撃退したよ。最小限。あの触れた一瞬で500人ほど減らされていてね。あの一瞬でか。あのまま戦っていたらヤバかっただろうね。恐ろしや。でも、これで五郎館からの援軍はなくなったと思うから。となれば、あとは洛陽を。そういうことだね。心得ました。ただちょっとした問題が。また坊ちゃんが来ているんだね。坊ちゃんと長順が来てるんだよな。洛陽を攻略したら迎撃に行こうか。さっさと落とせよう。存在が少ない。陣とか応援とかいろいろ効果はモリモリだけど。うん、芝居さんは処断されておけよ。それも逃がしたのが孔明というな。背負っているもの。そうか。尊敬は思った以上にあるかも。人災での強化もあるしな。問題はまだあって。五郎館に曹操様と、長領がいることを。他は今のところ対象外だからいいんだけど。攻略を即投用しないと長順に二の舞になるから気をつけねば。曹操様はでかいからねー。変死もついてくるからな。変死は曹操様が在野にいるうちに投用すればなんとかなるはず。この先の明るい未来を夢見つつ、第二形態。夢や希望しかないからね。いい感じに存在少なく戦えてる。もう少し早く義兄弟のことを思い出していれば。最終形態、変な義兄弟組んでもあれだしな。それもそうだね。結局五郎館から援軍はなく、徴兵全滅で洛陽攻略。嬉しいようななんとも言えない気持ちだよ。まあ、曹操様に長領、変死の三人が加入すればかなり強化されるから。そうだね、そのために関羽軍を滅ぼしたとも言えるしね。関羽との一騎打ちが起きてればなお良しだったんだけど。ローマに遊びに行く余裕はないかな。正直いないと思われる。年がいるじゃない。変死もいるな。一応吟味するけど。この恩は生涯忘れぬ。残ったのはこの二人。ダメか。曹操様も在野なはずだしすぐに投用すればなんとかなるでしょ。曹操様と長領は伊豆公。わ。なんで坊ちゃんに速攻で悲観してんの。いやいや、おかしいでしょ。ということは変死も無理。そういうことになるね。四人加入予定が二人に減っちゃったし。
落ちたのが下旬だったから、そのまま移動して坊ちゃんに仕官したということ。なんかめちゃくちゃな流れだな。さすがに理不尽を感じざるを得ないよ。坊ちゃんの対応のために呂布たちを長安に送りつつ、余霊機が急いで来ろう官兵。長領だけは。よし、なんとか最低限は。ほんと最低限だよ。戦える武将が一人増えればなんとかなると思っているよ。なんとしても長順を捉えろよ。曹操様の分を長順で埋め合わせないと。森氏は無事東洋成功。この後返しを無理だと分かりつつも東洋氏に向かっているよ。ないワンちゃんを狙いにな。分かっているけど諦められなくてね。挑戦撃破。呂布が仕掛けてくれないと。相変わらずいい感じに焼かれ。炎上ダメージの方が痛いからほんと迷惑なんだよね。無駄な変身の投了を挟みつつ、普通に戦っているね。連携で超準撃破。坊ちゃんもお前なんてどうでもいい。超準が欲しいんだけど。重傷とはいえ悲惨な能力で。本当にね。ああ、長順はなしか。坊ちゃんなんていらないから長順を捕まえたかったね。無駄なことをしつつ、こんな状況でもみんな激しく動きまくってるな。南では劉備と東外がやや伸び気味かな。中央ではまだ頑張る毛角と、地道に勢力拡大してる張飛だな。曹操様と長順がいるから坊ちゃんは狙い目なんだけど、常用を加工トンが落としてくれると助かるんだけど。そうじゃないと常用まで行かなきゃなくなるもんな。戦線の拡大はちょっと厳しい人数だからね。どうするか悩みながら土塁建設中。ただ土を積み上げる、それだけをしていると頭の中が真っ白になるから。今後のことをきちんと考えろや。千日手状態でどうしようもないんだよね。どの年を攻めてもメリットが少ない上に敵が増えるデメリット付き。かといって今の状況では攻めないと武将が増えず戦線を維持できない。呂布が一騎打ちで稼ぐしかないんだけどな。それがままならず候補が増えないのも一つの原因だよ。どんどん一騎打ちをしてほしいんだけど、こっちからの指示でやるわけじゃないのがなかなかに厳しいよね。血の気の多そうなのも仕掛けてきてくれないんだもんな。よし、陳留を攻めよう。またなんで。滅ぼせないとは思うけど、洛陽にこもっているよりかは戦えそうだから。呂布が一騎打ちをしないことには前に進まないからな。それで候補が増えていけそうな勢力を殴りに行こうじゃない。それと毛角軍には女性が結構いるわけで。宿友と勘銀兵は分かってるけど、あとは家満と宝山城もいることが分かっているよ。一騎打ちしなくても増やせる可能性があるわけか。もう女性武将に頼るしかない状況になりつつあるから、問題は滅ぼすなら序南まで行かなきゃないこと。武将は増えても戦線拡大は望ましくないかも。そうなんだよね。ただ、もう滅ぼして武将を増やすことは難しいから。美しい花にはトゲがあるものですよ。厳しい状況にあるわけだな。想定以上に一騎打ちをしないのと想定以上に打ち取ってしまうのでね。宿友撃破して、一緒に南蛮王も捕まえたいところだな。あとは観察もどこかにいるのかな。そうか、カマンと観察で行けるということか。そう考えると、毛角を滅ぼせればかなり武将を確保できるね。やるとしたら南蛮王だな。どうするにも厳しい道だけど頑張るしかないね。無理やり進んでなんとかなるかって世界だな。ここで攻撃してきてる勘銀兵でも捕まえて武将を一人でも増やしたいけど。でも、一度引かれて戻ってきた。馬縁も行けなくもないけど。おお、久しぶりの一騎打ち。馬縁は少し心配だよ。武力差は49もある。一撃打ち取りコースにならないといいけど、言うとフラグになるかも。黙りやがった。そりゃ黙るでしょ。変なこと言って現実になったら困るしな。打ち合った。よっと4号も打ち合った。これなら打ち取らず。よし、ようやくメモが活かせる。バインくらい覚えておけ。何があるかわからないから。そのバインを撃破し、捕獲話
カンギンペイをワンチャン捕獲ないかなと思い追撃して、この呂布の前に敵などおらぬ。いい連携だ。オーバーキルは捕獲なし。一騎打ち確率は低い、捕獲も低い。どうしたらいいのさ。何度か迎撃され、迎撃し返すを繰り返して、ついに陳竜から迎撃が、呂布が先駆けする。美しい花にはトゲがあるものですよ。挑戦との連携から天下無双をお見舞いしていく。これが呂布という感じだけど、願わくば一騎打ちをお願いしたいけど、協力は放縁なんだよね。加工トンとの同盟延長交渉をしつつ、残った高乱にワンチャンかけたいけど、何事もなく撃破。協力が自ら呂布に仕掛けることはないだろうね。無謀どころの話じゃないし、しっかりと協力を処理し、万全を期して陳竜を攻めるよ。では女性武将が一人でもいてほしいと願いつつ、陳竜を攻撃していくよ。一騎火星の動きこそ虎の本領よ。何気に活躍する尊敬の固有戦法、強化系はなんだかんだで死なない気がするよ。でさ、陳竜といえばリクソンだよな。愛を知る者がどれだけいるか不明だけど、ありといえばありだね。何にせよ戦線が広がることには違いないけど、第二形態、早く起きろ。陳球も強化されつつ、陳球を攻略。陳球に陳球、空耳しそうだね。勝手にしておけ。捕虜はいかほど。15人だけど、何番ぽいのがいるな。けど、残念ながら愛を知る者はいないよ。ダメか。到達。平原が落ちたら狙い目かもだけど。というわけで、どうすべきかすごく悩みつつ陳竜を攻略したところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。